疲れ様です。本日のカッケチーです。今回もご視聴ありがとうございます。今日は月曜ということで、ゲームの方がありませんので、またちょっと変わった企画の方をやっていきたいと思います。はい、で企画の内容というのは、まあサムネイルにもありましたように、どうしてカープファンになったのかということで喋っていきたいと思います。以前ですね、コメント欄の方で、愛知県在住なのにどうしてカープのことが好きなんですかというような質問をいただきましたので、それに答えていきたいと思います。はい、この動画はですね、私がカープファンになったきっかけというのを喋っていきたいと思いますので、皆さんどうか、いいねボタンなどよかったら押していただけると嬉しいです。またチャンネル登録や、コメント欄にね、皆さんがカープファンになった理由などもね、入れていただけると嬉しいかなということで、最後までお付き合いをよろしくお願いいたします。はい、それでは早速ね、いきますよ。オープニングの方お願いします。どうぞ。はい、ありがとうございました。お疲れ様です。 KT です。はい、私が、カープファンになった理由というのを今日は喋っていきたいと思います。まあ、いつからかと言いますと、今私今年40になる年ですけども、小学校多分1年生か2年生ぐらいですね。比較的早く少年野球の方をね、無理して入れてもらって、少年野球の方で、野球の方をやっていました。で、そこでやっぱりね、周りっていうのは、愛知県在住というか、愛知県のチームなんで、ドラゴンズファンが多かったです。で、当時から、へそ周りでね、性格の悪い、KT 少年は、みんなと同じチームを応援するのが嫌だということで、どっか他のチームを応援しようというのをちょっと意識的に探していました。で、そんな中でね、まあ当時はね、パリーグなんてのはもうテレビでほとんどやらない、日本シリーズぐらいでしか見れないような環境だったんで、まずパリーグはないということで、じゃあ他、ジャイアンツも意外と多いし、他なんか探しても、っていう感じだったんで、そんな中でね、きっかけになったのが、当時少年野球でやってたチームがまさに赤色を使ってたということもありながら、あったので、赤色であるカープが気になり始めました。で、試合をね、ちょっとドラゴンズ戦だったりとか、ジャイアンツもたまにテレビでやってくれてたんで、そういう意味でカープを意識して見るようになって、だんだんカープの魅力にハマってきました。で、決定つけた、ところが1点ありますので、そこを喋っていきたいと思います。はい。まあね、当時はね、野村さんがいて、翔太さんいて、金本さん、尾形さん、江藤さん、それからブラウンさんとかね、キャッチャー西山さんがいて、ピッチャーでいうと笹岡投手、川口投手がいて、まあ、大野投手がいて、紀藤さんとか近藤さんとか望月さんとか長富さんとかね、そういった選手を今非常に覚えています。で、あと西田さんとかね、小早川さんとか、そういった懐かしい人も、今思い出すとね、いたんですけども、その中でもやっぱりね、侍ですよ、前田智則選手の例の一撃で完全に虜になりました。まあこれかって言ったらね、カープファンの皆さんだったらすぐあれだろうって思うと思うんですけども、はい、ベタベタですいませんけども、涙のホームラン、東京ドームで、放った涙のホームランが、強烈に、少年のね、心をくすぐって、完全にもう持ってかれましたね。はい、で当時、1992年、9月13日、すみません、読ませていただきます。巨人戦の1対0で広島リードで迎えた5回裏、西河合選手ですね、の、センター前、もうなんてことないセンター前ですね、これ、YouTube でいろいろ出てるんで、また復習されて、ね、復習していただければいいと思うんですけども、なんてことないセンター前をちょっと中途半端に突っ込んでしまって、後ろに反らして、ランニングホームランを、打たれてしまったということになります。で、この試合はね、北別府さんの200勝がかかった試合ということで、非常に、皆さん頑張ってたんですけども、まあ、このね、結局はランニングホームランのせいで追いつかれて、北別府投手の勝利投手の権利を、なくしてしまって、でそのまま北別府投手もね、マウンドから降りてしまったので、その試合での200勝到達というのはならなかったゲームというふうになっておるんですけども、まあ、そこのね、まあ、犯人じゃないですけども、前田選手のそのエラーが響いてなってしまったということで、前田選手がもう守備をしながらもう、ね、悔しい顔、涙を浮かべながらプレーしていたと。いうのを当時すごい覚えています。でその後ですよね、直後の打席ではないんですけども、最後8回に迎えた、打席ですね。そこでなんと前田選手が、ホームランをかっ飛ばして、なんとかもうチームをね、勝利に持っていくというようなプレーをしてくれました。でその時にね、お世辞もかっこいいとは言えないガッツポーズを見せてくれて、ただそこでね、反射的に出たガッツポーズに対して、すみません、置きます、こんな風にね、こんな風にやっちゃった、反射的にやったね、ガッツポーズとは裏腹にベースを回るときはもう悔しさのあまりね、ずっと下を向きながら走ってる、ベンチに帰っても笑顔なき、涙しかない、ホームランを打ったというあのシーンをね、ちょっと少年が見たらね、もうグッとくるものがありましたよね。はい、もうそこで完全に心を奪われました、前田選手のバッティングです。
前田選手はですね、ちょっとこれまたバッティングのあれをやっていきたいと思いますけども、こんな感じで打ちますよね。ちょっと似てるか分からないんですけども、まあ特徴としてはティーリリリティ、まずこうこれですよね。大きく上げて一回バットを見ると、で白いバットね、これちょっと赤なんでダメですけども、白いバットの、ここのなんていうんですか、ちょっとバット変えますね。これ本当のちょっとバットなんですけども、ここにねスプレー。滑り止めのスプレーを塗って、当時真っ赤のリストバンド、真っ赤の手袋でこうやって擦るんですよね。なのでもうこの辺がべちょべちょの真っ赤っかになっている当時の非常に覚えてます。はい、そんな状態でバットをこう考えまして、でここのちっちゃいヒッチがね非常に特徴的ですね。ゆったり構えてリラックスして、ここで足と手を同時にこうシンクロさせて、であとは天才的なバット、もうここからは真似できないんですけども、天才的なバットコントロールで、インコースももう本当に厳しい球をねホームランにしちゃうと、ファールで逃げるとかじゃなくて、インコースもうギリギリに来た球を90度の中に入れて、さらにそれをホームランにしちゃうというような技術がね素晴らしかったのを覚えております。まあね、晩年はね代打で頑張ってくれましたし、非常にいろんなヒットを打ってくれて、刺激をいただきました、夢をいただきました。前田選手ありがとうございます。はい、ということでね、まあ、きっかけは前田選手のその涙のホームランでした。もう完全にあれで持ってかれました。皆さんもそういったところが、あると思いますんで、ぜひコメント欄で教えてください。はい、でもう一個ですね、ここは、まあ、きっかけではないんですけども、ちょっとあとですね、もっと小学校高学年ぐらいですかね、自分もちょっと少年野球の時にピッチャーをやってたんで、親父おかんかな、親父から、カープにはこういうピッチャーがいたんだよっていうので紹介してもらったのが、津田津波投手なので、リアルタイムで投げているあの炎のストッパー、元祖日の丸ストレートというのは、見ることができませんでした。原選手のね骨を砕くとちょっと有名な話もありますけど、まあ実は守備の時でちょっと痛めてたという話もありますね。それをとどめを刺したのが津田投手というような、すごいね逸話も残ってますけども、そういうピッチャーがいて、まあ最後ちょっと病気でね大変だったんだけどというのを親父から聞きまして、まあ、その後ね本を2冊ぐらい買いました。で1冊はなんか闘病生活メインの、本だったんですけども、もう1冊はなんか現役時代のね辰川選手と喧嘩しながらピッチングやってたというような話を載ってるような、そういう話を、そういう本を読みました。でまあ当時ね理解できないこともあったんですけども、頑張ってなんとか1冊読んで、そういうピッチャーがいたんだというふうに思い、もうなんかそういうピッチャーになりたいなと、気合満点でもうね喧嘩闘法じゃないですけども、気合満点でどん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 投げるというのをやりたいなというふうに思ってた、小学校の5、6年生の KT がいました。はい、でまあねボール、軟式ボールですね、当時、少年野球なんで C 級ですね、 C 級の軟式ボールに弱気は最大の敵、一球入魂とボールに書いて、それをグローブに常に入れて持ち歩くというようなことを真似してたのを今でも覚えております。ということでね、さらにカープとして心を奪われたのは津田恒美投手の存在というのがあります。はい、まあね先輩ファンの方は納得していただけると思うんですけども、今のね逆に自分より、若い方の世代ですねがカープファンになった理由っていうのはどんなものがあったのかってまた気になるんで教えていただけると嬉しいです。はい、まあ今はねいろいろ情報があって有料ねサブスクとか入ったりすれば試合見れるんですけど、当時はねやっぱり地元以外の球団を好きになるっていうのは非常にね障害が高くて、ゲームを見ることすらできないと、新聞で頑張って、ね、今日は誰が誰が何本打ったとか、そういうのをチェックしながら応援していたのを覚えております。はい、で、まあね、25年ぶりの優勝をね、6年前に成し遂げましたけども、まだやってない日本一というのを、成し遂げるために、これからもカープの方を頑張って応援していきたいというふうに思いますので、皆さん、これからもこのチャンネルとカープの応援の方、よろしくお願いいたします。はい、いかがだったでしょうか。皆さんもね、カープファンになった理由というのがあると思いますんで、どうか教えていただけると嬉しいです。はい、ということで、明日からね、楽天ですね、仙台行って楽天戦、ここはね、もうなんとか最終週ぐらいはね、ビジターですけど、勝ち越して終わりたいなというふうに思っておりますんで、皆さん、一緒に応援の方頑張っていきましょう。はい、もう楽天スーパーセール始まってるんでね、ここはもう勝ち星のスーパーセールしてもらいましょう。セールじゃなくても実力で勝っていきましょう。ということで、今日はね、この辺で終わりたいと思います。
どうだったでしょうか今日の動画、こんな感じで今日はね、最近のね、ちょっと暗い内容とは比べて、言って変わってちょっとニュートラルな感情でね、フラットな感情で撮ってみました。はい、それではまた明日からもね、応援の方頑張ってきてますんで、これからもよろしくお願いいたします。ということで、スーパーセールもらうために今日も最後はこれだけでやってみましょう。せーの、やっちまえよ。はい、ありがとうございました。じゃあ、トゥーツは明日から勝つぞ、絶対明日。